みんな、ヤッピー、こんにちは。ヤッピーはやばいな。30代でヤッピーはやばいな。ちょっとつぼっちゃった。はい、ということで気を取り直して、こんにちは、みやこです。家だとこういう感じなんで、いつも、ちょっとふざけてるんですけど。今何してたかというと、これから私のジムで、撮影があるんですよ。静止画の撮影。広告とかに使う撮影をするんですけど、それで準備をしてた。私もそれに出るので。今日動画撮りたくて、何撮ろうかなっていろいろね、考えてたんですよ。今日の動画の、内容は、私は散々さ、筋トレ始めてよかったよ。良かったことしかほぼ言ってないじゃないですか。推奨する内容をいつも言ってるんだけど、ぶっちゃけ筋トレとか、まあ体作りやってて、デメリットも絶対あるんですよ。メリットがあるってことは絶対デメリットもあるから、私が思ってる、ぶっちゃけこれちょっと面倒いよなとか、筋トレしてるけど、ちょっとこれ嫌だったなみたいなことをちょっと話して、で、撮影現場に来てくれるモデルさんとかカメラマンさんとかもトレーニングしてる方たちなので、うちのスタッフもいるし、なんかいろいろみんなにも聞いてみようかなと思います。じゃあまず私からお話しすると、もう当たり前に時間がかかる、あとお金がかかります。食費もかかるし、ジム代もかかるでしょ、あとサプリメントもかかるでしょ。だからまあ普通にお金はかかってきますよね。まあ、これぐらいはみんな容易に想像できると思うんですよ。で、なんかこの前うちのスタッフといろいろ話してたのね。プライベートの話とか結構話すんですけど、スタッフが友達と旅行に行った時に、なんか学生時代からの友達みたいで、その昔からの友達ですごい仲いい友達みたいなんですけど、久々に、何年かぶりか分かんないけど、久々に会ったら、なんかあんまり会話が合わなくなってたと。で、それぞれやっぱり、成長するから、それは当たり前のことなんだけど、なんか自分が筋トレ始めて、なんか男性ホルモンが増えたんじゃないかみたいな。なんかもう、サバサバどんどんしちゃってるし、なんか女の子っぽい会話みたいなのが前ほどあんまり得意じゃなくなったっていうことを言ってたの。で、それ間違いないと思って、男性ホルモンが出てきてるからなのかは知らないですけど、なんか筋トレ始めてから私もかなりサバサバしたんですよ。もともと結構さっぱりしてる方だけど、さらになんかいい意味で言うとすっごいカラッとした感じ。だけどこれって一般的に言ったらいいんだろうかっていう話になって、女性らしさとか、なんかちょっと女の子特有のなんかあるじゃん。ちょっと旬みたいな。そういうのとかさ、なんかどんどんなくなるよねみたいなことを話してて。これは真偽あると思います。これがいいのか悪いのか。どっちなんでしょうね。これは考え方、物の見方によると思うんですけど、これが、まあ、ネガティブなことっちゃネガティブなことなのかなとかね、その時話しながら思ったんですよ。どんどん本当にサバサバしてる。私の美容師さんのところにさ、私のインスタとかさ見て結構来てくれるんだって、私の視聴者さんとかファンの方が。で、そういう方たちって、やっぱり、みやこさんみたいな人ばっかりですって言われて、ハキハキしてて、なんか、さらっと、カラッとしてる人ばっかりですみたいなことを言われたのよ。だから、筋トレ始めると、こうなっていくんじゃないかと思って、ちょっとこれ、周りの人にも後で聞いてみたいと思います。ということで、準備をして、撮影に行ってきます。で、今、撮影に向かってます。最初に赤坂店で撮影するんですけど、赤坂店はね、六本木ミッドタウンのすぐ真裏なんですよ。だから赤坂って言っても六本木と赤坂の間ぐらいだから、すごい便利。私が初めて一人で作ったジムなので、狭いジムだけどすごいね、思い入れがある店舗ですね。とか言ってさ、遅刻してんだよね私。こんなのんきに話してる場合じゃないんだよ。ちょっと撮影の準備してたらさ、バタバタしちゃって急ぎます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。動画撮ってるけど大丈夫です。そうですか。カメラマンさんです。お願いします。お願いします。それ結構ガチガチにやられてるカメラマンさんで、いつもお願いしてて、あれ声か、あとはうちの
スタッフたちが。あれ、ももちゃんは向こうか、今日。うちもそうです。今日のテーマ聞いてもらえますか。筋トレをしてるんですけど、みんなデメリットありますか。デメリット、あ、筋トレしててマジこれめんどいわとかさあるじゃん。私筋トレばっかしてていいことしか言ってないから、いつもメリットの反対側必ずデメリットがあるじゃん。発狂すぎてモテない。あー、それは良くないな。それは良くないな。じゃあモテないふり、男子より思い出るおもちゃ、モテないふりしないとダメですよ、そこは。え、みち先生です、それは絶対ダメだよ。大丈夫、私は絶対これはモテないとか言う。私も言います。絶対ない、嘘でも言う、嘘でも言う、筋肉になったら本気出しちゃうそこは出ちゃうんだ。出ちゃうかな。えみこさんからのあれはね。えみこ先生。まあ。クリスさんも。やっぱ時間じゃないですかね。やっぱり。じゃあそれは言った私が。あ。他の言って。時間とお金は言った。あ、結構でもそこがほぼだと思うけど、あとなんだろうな、デメリット。汗出やすいでもそれ、あ、まあそっか、それをデメリットと感じるか。まあ確かに代謝が良くなるってことでしょ。そうですね。いつもさ、トレーニングしてる人って汗だくだよね。汗だく、確かにそうですね。通勤だけでさ、めっちゃ汗かくよね。そうですね、確かに。あ、そっか、あれ筋トレしてるからなんですか。え、だよ絶対。だってこんな汗かかなかったもん昔。確かに。でも減量しちゃったら、そう。逆に寒いですよね。寒くなる。確かにコンディションによって体感変わるね。うん。それは。このサイズが変わるとかする。でかくなるってこと。はい、お尻で突っかかって、でもお尻が通ったら今度ウエストがガバガバみたいな。それはステータスだよ。ステータス。それはさらっと自慢のやつだよ、それは。何？分かった。ありますか、なんか男性的なあれはありますか。それはトレーニングして女性に対して思うことみたいな。あ、両方聞きたいかも。あ、自分自身のデメリットとかってあります？自分自身のデメリット、デメリットってか、いいことばっかりじゃないよなみたいな。あー、なるほど。でもやっぱり人付き合いは悪くなると思います。あ、間違いない。飲み会行かないですよね。ガチロボ。それだ。正解だ。正解。正解出ましたね。初めて正解が出ました。確かに、それはあるかもしれない。あと、男性目線で例えば、うん、そうですね、トレーニングされてない女性とお付き合いした時にやっぱりすれ違いが増えるとか。でもさ、それ結構さ、両方いません、男性って全然気にしない派と、あ、はい、なんか逆にガチでやってる女の人、はい、ちょっと苦手みたいな人も結構多いじゃないですか。そうです、そうです。ガチでやってる女性苦手っていうトレーニングしてる男性も結構多いのよ。それって一体何なんですか。喧嘩になることが結構、あ、被害者であるけれども方針の違いみたいな。あー、なるほどね。やっぱりその、それこそ挑戦する団体とかでやり方も変わってくると思うんですよ。それも選手同士の話ですよね。確かに男性はなんかトレーニング全くしてないとちょっとあれかもしれないけど、ちょっとやってて、あ、そうです。そう、でも自分がしっかり教えてあげてみたいな。育てたい欲ありますよね。絶対そう。俺が教えたい欲みたいな。そうなんですよ。女性の方がおもろっか出してて、はい、その彼氏にめちゃくちゃ嫉妬されるみたいな話をちょこちょこ聞く。うわぁ、エミコ先生、全然思い残っちゃってるよ。エミコ先生、だから絶対だ、もうトレーニングしちゃダメですよ、男性と。じゃあ男性と男性と、うん、だってこっちプロだもん。だからさ、じゃあ女性、そっか、女性はじゃあほどほどが一番モテるっていう面で言うとそこなんですかね。そうですね。ただカメラマンっていう立場から言うと、やっぱめちゃくちゃ頑張ってる女性はそういう世界にしか出さない美しさがあるんで。なるほどね。どこにもできます。なんかもうめ100点じゃん。100点だわ。いや、見習おう、これだよ。誰も責任しない、うん、この立ち回りはもう100点よ。ありがとうございます。あ、なるほどね。すいません、遅れたのに。ごめんね。ごめんなさい。今日、モデルさんです。よろしくお願いします。トレーニングしてる。ユミコ。あ、はい。全然、週一パーソナル。あ、一番モテるやつ。そう。正解が、一番、
一番モテるよね、この感じ。いやもうすごすごすぎてみんなが。ありますよ、なんかあのトレーニングしててちょっと良くないことですか。良くないまでいかなくていいけど、ちょっとここなんか微妙だよなとか。ないな。食事気をつけなきゃいけないから人付き合いっていうか。まあまあまあそうだよね。やっぱみんな同じだよね。結局ぐらいですかね。あと筋肉痛が痛い。かわいい。こういうのだよ。こういうの。筋肉痛。でもだから言わないじゃん、もはやあなたたち。という感じで、すいません遅刻しといて、撮影よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。ということで、今日の撮影を2店舗で終えまして、予約がもう1時間しか空いてなかったので、1時間でサクサクっと撮る感じで、みんなにあの質問もできてよかったです。100点の回答返ってきたね。カメラマンさんからね、間違いなかったですね。まあみんな満場一致だったのが、お金と時間かかる、あと人付き合いが悪くなる、これがもうみんなの共感を一番得た、筋トレをしている、ちょっとお客様とうちのトレーナー盛り上がってますね、はい。デメリットでございました。何でもいい側面と悪い側面があるので参考になればと思います。まあうちのジムでもね、オンラインの食事指導とかも今すごく人気で、申し込み募集しているのと、体験トレーニングもお待ちしてますので、ぜひ気になる方は概要欄からお申し込みお待ちしております。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てねー。